あか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 ごめんね。やっ取った取ったスクープだぜ。あとんでもないことしちゃったね鬼塚先生。こりゃ高く売れるぜ週刊誌とかによ。まあざっと100万ってとこかな。どうする先生。水木まさかお前。先生ごめんね、私にも分け前くれるって言うからさ。あ、すき焼き食べてね。あんたよ、こんな写真ばらまかれたら死んでも教師になれねえぜ。1週間だ、その間に100万作ってこい。そうしねえとこいつをあちこちにばらまくぞ。でこいつ声も出ねえってか。水木、最初からそのつもりだったのか。全部芝居だったっていうのかよ。先行なんかに頼るわけないでしょ。ねっバーカ、夢見てんじゃねえぞ先行がよ。いいか鬼塚、100万だ忘れちゃねえぞ。いや最高だったなあの顔、恋みたく口パクパクしてよ。でも水木もやるよな、超名演技だぜ。なあ俺なんかよ、聞いてて涙出そうになっちまったよ。ああ感謝しなくちゃね。なぜ100万だからよ。うるせえぞブン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 よ。なんだてめえら、俺たち吉祥東の銀杯取るように喧嘩売ろってるかこの野郎。勘弁してくださいよ。知らなかっただ。てめえ舐めてんのか。奴らに何をした。まだ何も。そうか、そいつはよかった。先生よしよし。こいつら俺の獲物だ。あげろ。せーの。どうだ、井の頭公園の水はうまいだろう。ああ、殺さないでよ鬼塚先生。心配すんな、殺しはしねえよ。まだ又先と火炙りとサンドバック地獄が残ってんだからよ。あんた先行だろ。だったらこんなひどいこと教え子にできるわけ。甘えんじゃねえよ。先行ってよ、都合のいい時ばっか生徒になりやがって、なめんじゃねえぞてめえら。
教師だって人間だ。ムカつく時もありゃ切れる時もあるんだよ。ああ、それに俺はまだ教師でもねえしよ。よう、垣根一回取っ払ってみねえか。教師とか生徒っていうめんどくせえ垣根をよ。人間所詮はただの人と人よ。けどな、どっちかが甘ったれたらそんな関係は成り立たねえんだ。てめえのケツはてめえで拭く、そういう覚悟がいるんだよ、人ってやつはよ。先生。よし、それじゃあ続きいくか。てめえら、俺が先行にならなかったらてめえらのせいだからな。生き地獄見せてやるから。はい、生地お待ちどうさまでした。へえ、すごいね。それで土曜の夜に井の頭で逆さ釣りやったっての。本当、教師目指してるやつのやることとは思えないよ。月曜には大ごとになってっかもな。いや、やっぱ首かな。足りめえだバカ野郎。どこの世界に自分の生徒捕まえて拷問かます先行がいるんだよ。あ？40で16の花嫁が。どうすんだ。ただでさえ就職ねえって世間は騒いでるのによ。元族で五流大学でおまけに暴力こいた矯正なんかに就職先なんか。あったぞ。なんかあっちの方のスカウトの方々が熱い視線を送ってるような。見るな、目合わせたら就職決まっちまう。いらっしゃいませ。大丈夫かよ、おい。まったく、そんなに教師になりてえかね。やめた方がいいぞ、教師なんてよ。給料は安いし、面倒多いしよ。よかったじゃねえか。ムカつくガキほっとくなんて、てめえにはできねえんだろ。おめえはすげえよな。東京出てきて6年。その間に専門出て、資格取って。店長にまでなってよ。着実に夢を実現させてる。それに比べて俺は。何弱気になってんだよ。らしくねえぞ、鬼の栄吉って呼ばれたおめえがよ。情けねえ言葉は似合わねえよ。東京出てきた時そう誓ったじゃねえか。上がってるよ。やっぱ首かな。鬼塚先生来た。一体何をなさったんですか。ダメだ。いや、驚きました。本当にだろうな。なんと頼もしい。なんとかこの場は聞かなかったことになんて行くわけねえよな。校長も言ってました。そうですか。はい、今なんとですから、校長がぜひうちの高校へと言ってました。いやー、それにしてもあの不良たちに、尊敬する鬼塚先生に頑張って教師になっていただきたいので校内の掃除をしたいと言われたのにはたまげました。一体どんな指導をしたらこんなにいい生徒になるんですか。お、全員整列。鬼塚先生がいらっしゃったぞ。おはようございます、鬼塚先生。おはようございます。教えてくださいよ、鬼塚先生。先生、昨日はありがとうございました。感動しました。先生の話、いや、愛の無知を少々。ねえねえ、聞いた？大組の矯正の話。
聞いた聞いた、あのゴミ用組を救済したっていう話でしょ。すごいよね。この時あそこを更生させるなんてさ、頼もんじゃないよね。それそれ、何でもね、元族らしいよ。え、そうなの。よし、そこまで。じゃあ次、渡辺。本日もお勤めご苦労様でした、鬼塚先生。ああ明日もよろしくご指導お願いします。しかしよく手なずけだな、大したもんだよ。そっか、学校中その話題で持ちきりだぜ。すげえ強制がいるって。いいよな、校長にまで気に入られてよ。就職先も決まったようなもんじゃねえか。バーカ、そんなんじゃねえよ。お前案外教師に向いてるのかもな。お、俺が？そっかな。いや、そう言われるとそんな気がしないではないって。そんじゃな、あ、こっちも忙しいからよ。ああ、先生か、マジで現実的な話になってきたよな。あと1週間問題を起こさなきゃ夢の教師生活か。あ